時間が過ぎましたのでですね、始めたいと思います。今日は天気が良くて花見に行きたいような気候なので来ていただいてありがとうございます。この IBD の教室っていうのはですね、患者さんとかご家族がどういう心配事をされているのか、わからないことがあるのかっていうのを事前にお聞きしたりですね、まあ、我々の方で考えて講演をしたりとか、その後ディスカッションというか質問の時間を設けたりとかして、診察の時間って短くてですね、なかなか聞きたいことも聞けないと思うので、こういう場を利用してですね、なんかご自身のこととか一般的なことでもいいんですので、まあ、分からないことあったら何でもプロフェッショナルがみんな来てますので、聞いてください。で、今日はですね、最初に看護師さんの方からですね、緊急入院の話をさせてもらって、今回外来でですね、いろんな IBD の患者さんとかに患者さんに質問を募集して、いろいろ寄せていただいたんですけど、その質問の内容にお答えするような、まあ、そういうセッションを福田看護師さんからさせてもらおうと思っています。で、まあ、時間は大体1時間ぐらいなので、まあ、気楽に聞いていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。皆さん、こんにちは。ただいまより第5回 IBD 教室、 IBD の緊急入院の実際、どんなことに気をつけて生活する、寄せられた質問とその応答について始めさせていただきます。発表者は福岡大学病院病棟消化器センターの IBD チームの看護師松尾です。どうぞよろしくお願いします。本日の講演内容は、どういう時に緊急入院になりやすいか、 IBD の緊急入院の実際について、みんなどうしてる、同じ IBD 疾患を持つ方の思いや悩み、それに対する工夫、そして最後に皆様から寄せられた質問とその応答について回答させていただきます。まず福岡大学病院での実際についてです。福岡大学病院では、IBD 患者さんの診療数は、潰瘍性大腸炎の方の患者数は500名程度、クローン病の患者数が300名程度となっており、周囲の医療機関、九州各県を含む関西や関東などの遠方からの患者さんも多い現状になっています。また、病棟で2023年の IBD 患者さんの緊急入院数は、月平均 3.5 人と統計が出ています。では、一体どんな時に緊急入院になりやすいのでしょうか。事例を挙げて皆さんと見ていきたいと思います。まず、受診行動、ワイプ管理についてからです。潰瘍性大腸炎を持つ社会人の方です。血便の回数が増えた時には受診できていましたが、症状が安定している時は薬を使わなくても症状が安定していたからそのままでいいと思っていたと、定期受診を自己中断し、内服もできていない時があり、腹痛血便の症状が悪化したという患者様がおられました。また事例の2つ目で、潰瘍性大腸炎社会人の方で、薬剤を導入し内服後は症状が安定していましたが、症状が落ち着いており内服はしなくても大丈夫だろうという気持ちがあり、定期受診せず2週間程度内服薬を自己中断したため、腹痛血便の症状が悪化されたという方がおられました。このように処方薬を自己判断で中断すると、今回のように症状が再燃悪化することがあります。自己中断せずに継続して内服をしていきましょう。また副作用等で不安があれば医師に相談して一緒に考えていきましょう。続きまして食事についてです。クローン病の学生の方です。
数日前にバーベキューに参加し、お肉を多く摂取し、その翌日に下痢と腹痛の症状が出現しました。日頃の食事もアルバイトでピザやパスタなどをまかないとして毎回食べられていた方でした。またこちらの患者さんは潰瘍性大腸炎、社会人の方でした。茹でた鶏肉で料理をしたところ感染性腸炎を発症し、それにより潰瘍性大腸炎も悪化された。この事例から分かるように、バランスの取れた食事をとり、生ものはしっかり加熱をしていきましょう。感染性腸炎により症状が悪化する可能性もあります。また油物や刺激物は消化器官に負担をかけます。IBD の食事内容について悩んだときは、栄養士さんもいますので、いつでもご相談ください。続きまして、学校、仕事についてです。クローン病の社会人の方です。仕事が忙しくて通院できず、睡眠不足やストレスで症状が悪くなり、急遽受診し入院することになりました。こちらの患者さんは潰瘍性大腸炎の新社会人の方です。新社会人ということで、特にプレッシャーで仕事も休めず忙しくて、気づいたら薬を内服する時間を忘れてしまって、内服できていないことが続いてしまいました。この2つの事例からも分かるように、学校や仕事で忙しくて受診ができない場合もあると思います。休日には息抜きをしたり、活動と休息のバランスを心がけていきましょう。学校、職場の協力を得る内服時間のアラームをかけておくなど、工夫を考えてみましょう。受診の間隔も都合上厳しいようでしたら、一度医師とご相談してみてください。皆さんにお配りしている IBD 問診票の一番下の希望する受診日を書く欄がありますので、ぜひ活用してみてください。その他に、潰瘍性大腸炎、社会人の方で、自己判断で内服通院を自己中断されていた方でした。マスクはしていたが、手洗いうがいをあんまり意識できておらず、しばらくしてコロナに感染し、8度以上の発熱があり、また潰瘍性大腸炎の症状も悪化し、潰瘍性大腸炎重症状態と診断され、緊急入院された方もおられました。 IBD の患者さんは免疫抑制剤を用いた治療も多いため、感染しやすい状況にもあると思いますので、日々の手指消毒の徹底や人混みに行く際のマスクなど、日頃から注意していってください。続きまして、薬剤関連についてです。潰瘍性大腸炎の社会人の方です。治療薬の副作用のために治療中断となり、治療継続ができていませんでした。腹痛や下痢の症状が改善せず、入院して薬剤調整を行いました。アレルギーも多数あり、治療を受けたいのに自分に合う薬がないみたいに感じると悩まれる場面もありました。このように治療の効果や副作用には個人差があります。患者さんそれぞれで疾患や生活の仕様は異なります。また治療薬には様々な種類があるので、医師や薬剤師、看護師と話し合いながら、一緒に一番適した治療を選択していきましょう。またエレンタールについて、クローン病の学生の患者さんです。エレンタールの内服を毎日していく必要があったが、味がまずくて飲めず、エレンタールを中断してしまったという方もおられました。大人の方もそうですが、特に小児の子にとってはエレンタールの味は苦手と感じると思います。しかし
特にクローン病の患者さんにとってはイレンタールを飲むことは本当にとても重要なことになります。調子が悪いときはイレンタールを食事の代わりとして内服するなど調整していくことも大切です。お好みの味を見つけ内服を続けられるように工夫していきましょう、またいつか IBD 教室でもイレンタールの試飲会を行いたいと考えてますので、その際にぜひ参加してください。続きまして、みんなどうしてる、同じ IBD 疾患を持つ方の思いや悩み、それに対応する工夫についてお話ししていきます。学校生活、職場、友人関係、恋愛などで皆さんはそれぞれ悩みがあると思います。IBD の方は腹痛や下痢、血便などの症状で生活に支障をきたしている方や今後の将来に不安を感じている方もおられると思うので思います。では皆さんどのように悩み工夫して生活しているのでしょうか。旅行の予定、皆さん今年もゴールデンウィークがありますが、旅行に行かれる方や行こうかなと考えられている方もいると思います。 IBD の患者さんは急な便意に苦労する患者さんも多いと思います。便意がいつ来るかわからないので、電車や飛行機ではトイレに行きやすい席に座れるかなど気にされる患者さんもいるようです。また患者さんによっては旅行前の体調を整えても環境の変化や長時間の移動から来るストレスなどで再び症状が悪化してしまうこともあります。そういった不安から旅行をためらってしまう患者さんもおられます。それではどのように工夫しているのでしょうか。皆さんが工夫していることとして、旅行の前に旅行先のトイレの場所を確認していく、飛行機や電車ではトイレに近い席を予約する、一緒に旅行する人に体調が悪化する可能性があることを伝え休憩をしながら旅行する、現地の病院を調べておく、胃腸薬や下痢止めを常に携帯しておくなど工夫をされているそうです。就職について、 IBD の患者さんの中には通勤、会議、会食など社会人生活におけるさまざまなシチュエーションで不安を感じている方がいます。そのため仕事を探す際は病気を理解してくれる職場が理想的です。今後 IBD 患者さんがより働きやすくなるために、企業の制度がより整っていき、企業の方々そして一緒に働く方々の IBD に対する理解が深まっていくことが望まれています。皆さんが工夫していることとして、就職先には自分の病気について理解してもらえるように自分から症状について話しておく、ストレスをためないように就職前からストレス発散方法を自分で見つけておく、 IBD のコミュニティに参加し社会人で IBD の知り合いを作り情報共有や相談の場を設ける、自分の疾患と向き合い同じ疾患で悩む人を助けたいという気持ちで栄養士や薬剤師など医療従事者になることを決めた方もいるそうです。 IBD という疾患を一人で抱え込まず周りに理解してもらうという自分からの働きかけも大切ですね。コミュニティを見つけていくことも自分にとって情報共有の場にもなるのでおすすめだそうです。大事な会議での発表、仕事で大事な会議の発表の場がある方は腹痛や下痢などの症状が続くため不安に感じる方もおられると思います。また会議の時に出されたコーヒーを飲まないことで他の職員に良くない印象を受けるのではと不安になり無理に飲んでいる方もおられるそうです。で皆さんが工夫していることとしては、お腹が痛くならないように朝食はイレンタールに置き換えたり、事前に職場にコーヒーなど飲めないことを伝え自分でお茶や水を持参する、会議の際はトイレに行きやすい座席にしてもらうなど
相談をされている方もおられるみたいです。また会社、大学での飲み会について、会社や大学での飲み会に参加する場面もあるのではないでしょうか。社交の場なので交流を深めるために参加したいと思う方も多いようです。しかし揚げ物や刺激の強い食べ物に不安を覚える方もおられます。トイレに行きやすい席に座れるかなども気にされる患者さんもいるようです。周囲に気を使われすぎることがストレスになってしまう方もおられるみたいです。ではこれも皆さんの工夫していることを見ていきましょう。皆さんが工夫していることとして、トイレに近い席に座る、食べ物やは冷ややっこや焼き魚、肉はよく加熱されている、脂身の少ない肉を摂取する、飲み会の事前に周囲にお酒が飲めないことや油物などを控えないといけないことを説明しておくなどをされているそうです。生物の摂取や油物、刺激物の摂取は控えた方がいいので、事前に飲み会の幹事や友人に相談しておくことも大切ですね。また悩みの多い学校生活についてです。学校で周りの人たちに病気のことを伝えるのは迷惑をかけそうで怖い、定期的に受診をしながら授業についていけるのが不安だ、薬を飲むところを人に見られたくない、入院したら友達から孤立しそうなど不安を抱える方も多いようです。皆さんが工夫していることとして、病気のことを伝えることで周りが理解してくれて、トイレに行きやすい席にしてくれた、受診時間を午前の遅い時間にしてもらい、午前授業の終わり頃に向けて昼休みの終わりに戻ってこられるように調整した、また内服時間に保健室で飲むようにすることで飲む姿を見られない、入院したら治療に専念する、通学できるようになったら友人との時間を大切にし積極的にコミュニケーションを取るようにしている、自分は病気で人と違うんだと意識しないようにし気持ちが楽になったなど、だそうです。学校生活は友人との対人関係や社会性を身につける上でとても大切な期間になります。その中でこのように工夫し IBD とうまく付き合う形が取れている方もおられるようです。また結婚、出産、恋愛について、好きな人ができたけど自分は病気があるから嫌われるかもしれない、付き合っている人に病気のことをまだ話せない、薬を飲んでいるから出産は難しいなど不安を抱えている方も多くおられるみたいです。しかし皆さんが工夫していることとして、ありのままの自分を好きになってもらうことが大切だと思うので、病気のことはすぐに話をした、パートナーと話し合い、義父母には結婚してから病気のことについて打ち明けた、ずっと子供が欲しかった、医師に相談すると出産は計画的にすることが大切だと説明を受けたので、体調管理を気をつけ産科医期に妊娠した、薬剤についても相談しながら調整したなど、いろいろ工夫をされている方も多いようです。スライドにもあるように、出産は計画的に行うことで自分、赤ちゃんの命を守ることにもつながるので、医師に相談をしてください。以上、入院加療につながる行動きっかけについて、自己判断で薬を中断したり、食事に気を使ったり、ストレスをしっかり発散するなどして、溜めすぎないようにしていくことが大切だと思います。参考文献は武田薬品の IBD ステーションがありますので、いろいろ書いてますのでまたご覧ください。以上、発表終わります。ご清聴ありがとうございました。松尾さん、発表ありがとうございました。今あったなんか発表の中で、これを聞いておきたいとか質問等ございますか？
すみません、この紙に書いてあるコーヒーを飲んだらいけないって、僕結構コーヒー好きでポンポン飲んでるんですけど、全然飲んだらダメなんでしょうか。はい、ですね、コーヒーは潰瘍性大腸炎も黒病も悪いことはないので、飲まれることに関しては全然問題ありません。ただ人によってはですね、刺激物がそういうカフェインとかですね、刺激物が病気を悪くすることもあるのでっていうことでこの例に出しているわけでですね、お酒も特に制限、ものすごくたくさん飲むと普通の人でも体を壊しますから、そういうのはダメですけど、適度に飲んでいただく分はコーヒーもアルコールも大丈夫です。で基本的には1日2杯3杯ぐらいまでだったら、いろんなことに関してですね、コーヒーはむしろストレスを少し解消してくれたりリラックスしてくれたりという効果もありますので、禁止の飲み物という意味ではありません。よろしいですか。程度の問題ってこう解釈しとっていいね。そうですね、程度の問題だと思います。潰瘍性大腸炎も黒病も実はですね、アジア人ではコーヒー飲む人の方が発症が少ないという、ことも言われたりするので、悪いことはあります。ありがとうございます。他に何か質問ありますでしょうか。あ、いいですか。あ、はい、根本的な質問なんですけど、 IBD っていうその横文字の言葉出てますけど、要はそのクローン病と大腸の病気の人に限った専門用語みたいなのと、 IBD って大体何なんですか。はい、どなた先生答えました。言葉は IBD で出てますけど、その僕たち初めて聞く言葉で、ね、その今で言ったらクローン病と潰瘍性大腸炎だけに限られたなんかその治療法っていうか言葉なのか、それとも例えば僕たちみたいに潰瘍、他の胃とかの潰瘍とかのなんか大まかな部類に含まれた治療法の名前なのか。はい、では横文字で意味がわからないですよね、言葉がいっぱい出てくる。はい、すいません、消化器内科の久能から返事させていただきます。IBD と言いますと、中国らインフラマトリーバーベルディジーズの炎症性腸疾患、広い意味では腸に炎症を起こす疾患全般を言いますけれども、僕らがこうやって展示させていただくときは、クローン病と潰瘍性大腸炎、この2つですね、これらをまとめて炎症性腸疾患というふうに呼ぶことが多いです。あ、そのようなことは B、そうですね、はい、別の疾患ではあるんですけど、治療は共通するところが多いですので、こうやってまとめてお話しさせていただきます。なるほど。最初にちょっと用語の解説があったようなですね。そうですね。すいません。はい、それでもう一個いいですか。大丈夫です。結局今こうお話聞いてたら、ストレスとかもやっぱあれするっていうんですけど、自分では職場でもプライベートでも言いたいことを、言ってるつもりで、自分的にストレスは何もないって言い張れるぐらいなんですけど、やっぱそれでも無意識に体にストレスっていうのはどっかかかってるってことですかね。そうですね、おそらくはかかってるんじゃないかと思います。多分僕は薬を自分で買ってやめたりしてお酒が悪くなったら分かってるんですね。でその中で今ちょっと見させてもらったら、コーヒーとかそのストレスとかがあったり、いや僕ストレスないけどなと思いながら、でもやっぱ無意識にこう体に感じてるのかなっていうのが、ないって言えるのはもう非常に素晴らしいと思うんですけど、ないと思います。山本通りして帰ってきて疲れてないよって言って、そんなことはないですから皆さん。ああ、そんな感じですか。分かりました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあではですね、次 IBD に関する質問についてで、またちょっと続けて質問をしていきたい、していきたいと思います。外来の消化器センターで看護師しております福田です。では、事前に皆さんに外来来た患者さんたちにですね、質問募集しまして、
来た回答について、質問について少ししていきます。下痢はしないものの激しい腹痛が続いたり常にズキズキ痛む時がありますということなんですが、これについては足塚先生どうでしょうか。消化器内科足塚と申します。すいません、この患者さんはクローン病なんでしょうか、潰瘍性大腸炎でしょうか。おそらくわからない、わからない状態。やはりその痛みの原因がですね、例えば潰瘍性大腸炎であれば、下痢よりも血便とかの方が多かったりしますし、やっぱり中を一回覗いてみたりとか、その画像的な評価をしてみないと、その痛みの原因が何なのか、腸管の病変なのかどうかというのが大事なんですけれども、クローン病の患者さんは小腸とか、大腸も含めて狭窄が来たりとか瘻孔の応用というのが来て、腸管 その大腸とか小腸だけの問題、炎症だけの問題じゃなくて、それ狭くなってるから痛むとかですね、そういったことがありますので、その痛み時が引き続き痛む時がありますの、その痛みの原因が実際に何なのかっていうのを、最終的まで分かんないこともあるんですけども、できる限り内視鏡をしたりとか CT とかエコーをしたりとかで画像的な評価をすることで、その原因が何なのかっていうことをまず突き詰めるのが最初 で、それが炎症であれば炎症を取るような治療、狭窄とかであれば狭窄を解除するような治療ですね、あと脳瘍とか瘻孔というちょっと合併症みたいなのがあったら、それは外科的な治療とかということになりますので、そういった原因をまずできる限り追求するということが大事になるかと思います。はい、ありがとうございます。では次の質問に行きます。注射薬を使用しているのですが、期限が切れると頭が痛くなったり便の調子が悪くなったりするのは関係がありますかと来ていまして、結構注射薬の薬の期限長いかなとは思うんですけど、下間さんどうでしょうか。多分使用期限でいうとすごく長いので、多分ですね、ピンクリキシマン、レニケードとかいう薬とかは点滴の注射は8週間隔で通常は4週間隔の人もいるんですけど、おそらく投与が近づく、投与してから時間が経てばっていうふうに薬が切れてきたっていう、そういうことですか。頭が痛く頭痛がするとかはおそらく便の調子が悪くなったりとかするのはあるかなと思うんですけど、頭痛とかってそういう症状が出やすい、そこはちょっと冷えの、こういう感覚のことは関係ないんじゃないかなと思うんですけど、はい、先生、答えが来るか分かりますね。はい、分かりました。じゃあもう一つ次、睡眠と潰瘍性大腸炎は関係がありますかっていうところで来てるんですが、どなたか先生の中で答えていただける方いらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。なかなか難しい、難しいです。多分エビデンスはないと思います。現在我々の施設ではクローン病と睡眠 の質の関係というのを調べているところですので、それはまたしばらく時間が経つとデータが出せるかなと思いますが、潰瘍性大腸炎と睡眠に関してはまだちょっと手つかずなところでありまして、私が知っている限りでは、特にそれに関する細かい統計学的なデータというのはないと思いますが、やはり睡眠というのは全ての基本だとは思いますので、やはりしっかり睡眠を取られた方が潰瘍性大腸炎の安定といいますか症状の安定にはいいのかなと思いますので、僕の患者さんに対してもしこういう質問をいただいたとしたら、できる限り十分睡眠をとってくださいというふうには答えるかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、
皆さんたちの中からとあの他に質問ないでしょうか。今日来ていただいてる、はい、はい、質問ですけど、はい、NSR についてです、はい、子どもが高校3年生でクローン病を発症して、あの発症した時はすごく食べるのもなかなか大変で、エレンタールに頑張ってお毎日 2,3 本とか飲んでたんですけど、今調子が良くなって、まあ、ここ 2,3 ヶ月とか、まあ、きっぱりエレンタールを1本も飲まなくなってですね、エレンタールを飲むことで肝臓が維持できるってあのよく見るんですけども、まあ、このままでいいのか、まあ、本人に任せてるのでなんとあれなんですけど、いろいろフレーバーも試したんですけど、ちょっとダメで、まあ、このままでいいのかなと思って質問しました。はい、ありがとうございます。ではエレンタールについてどうしましょうか。小林さん、いきますか。一応エレンタールが栄養剤の中で成分栄養といって、あの消化の必要のないものになりますので、消化を使わなくていいというふうなあの栄養剤になります。なので、まあ、食事を取ると必ず消化が必要、消化の必要があるので腸を使わないといけないとなると、その消化をする段階で腸に負担もかかるんですけど、エレンタールの場合はかからないので、あの合わせて食事とエレンタールと飲んでいただくと、あの炎症は悪化しづらいというあの結果は出てますので、ぜひ飲んでいただきたいなというところはあります。ただやっぱりフレーバーが美味しくなくて飲めないっていうところもあると思うので、混ぜたりだとか、あとゼリーにしたりとか、なんかあの市販のジュースに混ぜたりあのして飲んでいただくのも大丈夫なので、まあ、あのちょっとごまかしごまかしですけど、美味しく飲める方法を見つけてもらうのも大切かなと思います。温めるのはダメですか。下もカメラそうですね、エレンタールは寛解時効果しっかり飲んでもらうとか、あとはフレーバーが10種類ありますので、比較的こう、まあ、ビタミン C が入っているフレーバーもありますし、まあ、ちょっと塩気があるのもありますので、まあ、それをちょっといろいろ試してみて、あの1日1本でも、まあ、腸の負担を少し減らしている、減らす方がいいですので、そういうふうに少しずつこう飲む本数を1日1本でもいいから飲んでもらうと、また腸に負担がわかりにくいので、そういうふうにやってもらうといいんじゃないかなと思います。私も外来で患者さんと関わる中で、やっぱあの調子が良くてもエレンタール飲んでる子はちょっとこうなんか増減がしない、あの調子がちょっと安定してるなっていう印象ではあります。よろしいですか。ありがとうございます。他に何か実際来ていただいている皆さんから質問ありますでしょうか。じゃあまた、スライドの方でしていきます。ボアザ世代、世代の不対症をよく聞くんですけど、どれぐらいの割合で起こるものですかっていうところで、あの質問があるんですけれども、まあ、お薬の件なのでちょっとまた下間さんどうでしょうか。自分もあの平等の患者さんとかに結構で指導に行くときに結構対象の方が結構多くて、その後 DLST っていうとアレルギーのチェックをするようなことがあるんですけども、実際自分もよく経験はするので、実際これ全体の患者さんの中でどのくらいふうな患者さんがいるんだろうって思って、自分こそ疑問に思ってほしいです。ご連絡ください。はい、すみません。では平井先生お願いします。あのまずボアザ製剤っていうのは、あの皆さん飲んでらっしゃる薬の名前で言うとペンタサン、アサコール、リアルタとかっていうあの薬になります。潰瘍性大腸炎の人は基本薬としてほとんどの人がまず試されるお薬なんですけど、そ
そのお薬に対して不耐っていうのはですね、飲めないということなんですよ。どうして飲めなくなるかというと、いろんな副作用が出てきちゃう人がいるんですよ。で、昔は少なかったんですけど、その不耐症の中にもですね、アレルギーみたいなのを起こす人がいて、薬のアレルギーですから、ジンマシンが出たり、熱が出たり、まあ、そういったことが普通は起こるんですけど、この潰瘍性大腸炎の方、クローン病の方に起こるアレルギーというのはですね、腸の炎症を起こしてしまうので、潰瘍性大腸炎が悪くなったり、クローン病が悪くなったりしたんじゃないかというふうに誤解されてしまうところがあって、非常に紛らわしいんですね。で、頻度としては昔はもう本当に 3-4% とか少なかったんですけど、最近ではですね、実は1割ぐらいの人はそうなんじゃないかと、潰瘍性大腸炎が悪くなったっていう人の中にですね、この不耐症が紛れ込んでることがあるんですよ。で、僕が1年間潰瘍性大腸炎の患者さんで、他の病院から紹介を受けた50人ぐらいがいたんですけど、ある1年間で、その中の4分の1だから結構な数がですね、24-25% の人が実はこの怖さのアレルギーの人だったので、まあ、そういうふうに考えるとですね、特に重症に近いような人、大学病院に紹介になるような人ですから、まあ、そういう、まあ、方たちの中では潰瘍性大腸炎では4分の1ぐらいの人がいる。ただ全体で見ていくと、まあ、多くて10% ぐらいなのかなと思います。不思議なんですけど、クローン病の患者さんではこの対象というのは少ないというふうに言われているので、どちらかというと潰瘍性大腸炎の患者さんにこの対象はよく起こるということです。はい、ありがとうございます。はい、ではでは次の質問に行きます。生物学的製剤を選択するときは、その人の生活スタイルや職業以外にどのような考えに基づいて選択をしていますか？外来でどういう負荷の薬剤はインフリキシマブのみですか？っていうところで、これも先生がいいかなと思いますが、柴田先生どうでしょうか？はい。消化内科の柴田です。今、潰瘍性大腸炎だったりクローン病だったりの薬がですね、本当にインフリキシマブだけじゃなくてですね、本当にいろいろな製剤が出てきてます。抗 TNF 製剤と言われているインフリキシマブ以外でなんかアナリブマブだったりシーポリだったり、本当にいろんなお薬が出てます。で、まあ、僕が一番気をつけているのは、その中で患者さんに合うものをまずこちらで選ばせていただいて、その中で、その方の、スタイル、生活スタイルだったりですね、職業とかを、一緒に法則を組みして、決めていくような感じです。なので、8製剤ある中でこっちで4つで決めて、その4つの中で、例えば点滴がいいですかとか、今後皮下注射がいいですかとか、投与間隔がどれぐらいですかっていうのを気をつけて、患者さんたちと、家族さんたちと決めていくような感じにしています。以上です。はい、ありがとうございます。今、外来で導入できないのは、あと全部入れてますかね。はい、他の薬は今、外来でもちょっとしています。で、私も外来で患者さんと関わる上では、選ばれたお薬ですけど、自己注射とかだと、結構今あのキットがだいぶ簡単になったり、痛みも少なくなったりっていうところで、あの製薬会社さんもあのかなり工夫をされていて、その辺がでもやっぱりどうしても自分で打つのは怖いとかそういうのがあるので、まず開始するときはちょっとその辺が大丈夫かなっていうところで一緒にしていってますので、何か気になること等ありましたらまた教えてください。では次に行きます。オリーブオイルや米がいいとネットに書いてあったので使っていますが、いいですかということで、これ、栄養士の古江さん、お願いします。
願いします。ちょっと質問が難しいのでスライドを使ったんですけど、じゃあ油の種類っていうのがいろいろあるので、ネット皆さん見られてこれがいいあれがダメとか多分書いてあると思うんですけど、油の中でですね、鎖が長いやつとですね、消化の必要のない鎖の短いのがあって、長いのから違います。動物性の油って言われてる飽和脂肪酸、バターとか、マーンとか、あとトランス脂肪酸って言われてるマーガリン、ショートニング、その辺はやっぱり炎症を悪化させやすいって言われてるので、控えていただいた方がいい油かなと思います。で、オリーブオイルとか米油とか言われてた分は、比較的取っていただいても炎症が悪化しづらい油って言われてますので、調理に使うところはこの辺がいいかなと思います。でよくいいって言われる油の中で、アマニ油オイルとかエゴマ油とか、あと魚の油とかあるんですけど、この辺もどちらかというと炎症を逆に抑えてくれるような働きのある油なので、安心して取っていただけるかと思います。ただ熱に弱い性質があるので、加熱するよりもドレッシングを作るときに使うとかっていうような用途で使ってもらった方がいいです。でもう一つ液体系の油だと、ひまわり油とかコーン油とか大豆油、ごま油とかは逆に炎症を起こしやすいと言われている種類の油になるので、選ぶときはそっちは控えてオリーブオイルとか米油とか使ってもらった方がいいかと思います。でもう一つ最近注目されているのが中鎖脂肪酸っていう油の種類があります。で通常世の中にある油のほとんどが超過脂肪酸といって、消化をするためにいろいろ消化する過程を踏まなきゃいけないので、消化が悪い、一般に言われる消化の悪いっていう油になるんですけど、中鎖脂肪酸っていうのは CM とかだと多分 MCT ってよく言ってると思います。で鎖が短い脂肪酸、油の種類になるので、消化がほとんど必要なくてそのまま吸収される、なので油なんですけど腸管に負担がないので安心して取っていただけるかと思います。自然界に存在するのだとココナッツオイルとかパンオイルとか、ちょっと日本ではあんまり手に入りにくい油ですかね。そういう油の業者さんとかがメーカーさんがMCT オイルっていう名前で出してますので、使っていただくといいかなと思います。これもちょっと加熱したらいけない性質を持っているので、これも加熱せずに使う感じにはなります。一応その体重減少で悩んでいる方とかだと中鎖脂肪酸効率よくエネルギーが取れて栄養になるので取り入れてみてもいいかなと思います。はい、ありがとうございます。もう一件、今度フレイさんに、IBD の人は小麦粉を取らない方がいいと聞きました、本当ですかっていうところで来てますけど、どうでしょうか。小麦粉、グルテン解消って言って、小麦粉 その含まれるグルテンでお腹が痛くなりやすいって方が IBD の方に一定数、ちょっとその一般の方よりもちょっと頻度が高めとは言われてるんですけど、それでも 5% とか 10% くらいって言われてるので、ご自身の体調に合わないってことがなければ取っていただいて問題ないです。その小麦粉製品食べた後にお腹痛くなることが多いなって方は控えていただいた方がいいかなと思います。はい、ありがとうございます。これ実際お電話でちょっと受けご相談を受けたんですけど、受診の時に調子が良かったので先生と相談して、少しお薬の量も薬も飲みにくいし減らしましょうということで言っていたんですけれども、その後に少し下血、ティッシュに付着する程度、また便器に 1,2 滴程度
ちゃったけど戻した方がいいですかねって、それとも受診を早めた方がいいですかっていうところで質問があったんですけど、静香先生どうでしょうか。まずそうですね、こういう言い方ですけど、ケースバイケースです、うん、状況により知っていて、でおそらくこの患者さんは非常に安定してたので、寛解が長くなった状態で、薬を正常量、寛解の悪い状態をすごく良くするときの治療と、いい状態をずっと保つ状態を寛解維持という、その寛解維持療法で、また使う薬とか量とかがちょっと異なってくるので、この患者さんは多分僕の患者さんだと思うんですけども、かなりいい状態が長く続いてたので、お薬の量を少しでも減らしてみようかなということで減らしてみたんですが、一般的に言うとですね、お薬を減らした時に、ちょっと悪くなった場合は急激にちょっと悪くなることもあるので、その時はやっぱ受診を急いでもらった方がいいかと思うんですけども、この患者さんの場合はまた元に戻して難を逃れたという形にはなるんですが、そうですね、スピードといいますか悪くなり方にもよるんですけれども、まず何よりもですね、最初にこうやって相談してもらったことが非常にありがたかったかなと思いますので、自己判断で、されることなくですね、まずその、方針方向として、自分たちがですね、主治医と患者さんが思ったことにならなかった場合というのは早めにお電話いただいて、まずは我々の判断を仰いでいただきたいということがありますので、それからが、それがまず第一なんですけども、おそらくは多くはじゃあ元に一回戻しましょうかねということになるかと思いますので、もちろん家が近くで、見てもらった方が安心という時はすぐ来ていただいて結構ですし、ちょっと遠方でなかなかという時はとりあえず一回薬を元に戻してまた経過を見るという形になるかなと思います。はい、ありがとうございます。先生も言われたんですけど、やっぱりどうなのかなって思うときはなかなかすぐ受診できなかったりとかもあると思いますので、外来の方にお電話、いただければ先生たちに対応の方について確認できたりっていうところがありますので、お電話いただければいいかなと思います。レンタルの件はなかったので、一応いただいていた質問としては以上になるんですが、来ていただいた方から何か質問ないでしょうか。あ、はい。今の加熱、熱に弱いっていう説明のところで、アマニーオイル、エグマオイル、青魚って3番目に青魚って書いてありますけど、これは青魚というオイルがあるんですか。あ、魚の魚です普通の魚も青魚です ね。そしたら、焼き魚にしちゃいけないってことですか。あ、全然それはしていただいて、はい、大丈夫です。ただちょっと壊れやすいっていうだけなので、そこはもうここまで気にされなくてもいいかなと。焼き魚や煮魚でも大丈夫。刺身の方がより良いってことですか。そうですね。油的には刺身の方がより良いですけど、感染とかのところは気をつけていただく必要があるので、調子のいい時ですね、しっかり新鮮なもの、ちょっと悪いものとか、特に外食の生は悪いものがものすごく多いので、外食で生を食べるのだけはちょっとしっかりかなり注意して食べてもらった方がいいと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。他に質問はないでしょうか。はい、自分の子供がもうそろそろ22、23、自分がちょうど発症したぐらいの年にかかってきたんですけども、家庭内の遺伝っていうのはどんな感じなんですか。割合っていうか、ちょっと聞いてみたいな。
潰瘍性大腸炎とクローン病のことをさっき IBD という話をしましたけど、 IBD の患者さんにですね、例えばご両親のうちのどちらかが IBD の場合ですね、お子さんが IBD になる確率は、まあ、ご両親とも全然そういう病気がない人と比べると3倍から4倍です。ただしこの IBD っていうのが今、日本人でですね、潰瘍性大腸炎に実は22、3万人いて、クローン病が7万人以上いるので結構増えてきてるんですよ。だからそういう病気の原因っていうのははっきり分かってないので難病と言われてるんですけど、遺伝の要素は多少はもちろんあるんですが、先ほど来言われているように食事のこととか環境の因子ですね、それから、まあ、遺伝もありますし、それから最近よく言われているのは腸内細菌、これが IBD になりやすい腸内細菌、細菌のバランスがあって、まあ、そういう方に発症しやすくて、最後は今いろんな治療、免疫を抑える治療がありますけど、免疫の異常が起こってしまうんですね、スイッチが入ってしまう。だから複合的な原因で起こってますので、遺伝が全てじゃないんですけれども、多少の要素というのはあります。で、両親が IBD の人の息子さん娘さんというのは15倍ぐらいなんです。ですからそれくらいのリスクはあるんですけれども、メンデルズの法則に従ってご両親のうちのどちらかが IBD だったら息子さん娘さんも半分ぐらいは IBD になるというようなことはない、全くそういう強い遺伝性はあります。嬉しいですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にご質問等ないでしょうか。はい、では、ありがとうございます。今回第5回の IBD 教室開催させていただきました。毎回皆様からいただいたアンケートをもとにですね、次回は何をしようかっていうところを医療者で話をしていまして、まあ、今回はなかなかこうやってゆっくりいつも患者さんたちの質問からに答える時間もないというところで、今回こういう時間を持たせていただきました。また今日もアンケートを配布しておりますので、ぜひそこに次回開催していたしてほしい内容とかをですね、アンケート答えていただければ、またそれに沿って計画をしていただきたいと思いますので、はい、アンケートにご協力をよろしくお願いします。で、皆さん今日は桜が綺麗でお花見に行った方が良かったかもしれませんけれども、時間を割いてきていただいてありがとうございました。はい、以上で終わります。ありがとうございます。